しに一回ちょっと入ってみますので、あ、お願いします。見ていてください。早いですね。これに。こんばんは。ここは三重県伊賀市忍者市駅です。忍者市駅と書いてありまして、一応正式な名前は上野市駅なんですが、すごいですね、こんな立派な看板までつけてしまいました。今回はですね、三重県伊賀市さんの企業案件、自治体ですから行政案件ということになっています。ただまあ普通に観光の PR 動画を作るだけなんでね、あのいつも通り見てもらえればいいと思うんですが、東海道新幹線で名古屋までやってきて、そこから近鉄特急乗り換えまして、伊勢中川からビスタカー乗ってですね、到着をしました伊賀神戸からこの伊賀市方面入っております伊賀鉄道で到着しました。伊賀神戸の駅にビスタカーで着いてですね、ちょうど乗り継ぎの伊賀鉄道来たんですけども、それがね、まあ皆さんもご存知だと思うんですけども、あの私が広告で頼んでですね、確か週5000円かなんか払うと取り付けてもらえるヘッドマークが、列車の前についておりまして、まあ、私の顔のヘッドマークをつけた電車でこの伊賀上の忍者市までやってまいりました。ご乗車ありがとうございます。伊賀上野は昔からの城下町です。今でもね、昔っぽい建物がこういう風に残っているし、実際昔の建物もあります。ずいぶん変わった忍者バスが今過ぎ去っていくところですけれど、着きました、ここです。これはね、今日ぜひここ泊まって紹介してほしいという風に言われてたんですが、まあ、むしろ私に伊賀上野どういうところ泊まればいいのかとか分かんなかったんで、教えてくれてありがたいんですけど、日本ニアホテルと書いてあります。すごいですね。思ったよりって言い方失礼かもしれないけど、こんなにすごいところだと知らなかったな。へえ。お邪魔します。このチェックインのところがなんか離れみたいな構造になってね、すでに離れっぽいところなんですが、ここに座ってチェックイン書けばいいかな。ウェルカムスイーツをいただいてしまったんですけども、これですね、まず名物のでっち羊羹、大変みずみずしい羊羹です。多分まあ食べてないですけど、すごい柔らかいな。もう一個あって、こっちはね、茅の実せんべいというんですけども、昔すごい貧乏だった時にこの伊賀にやってきてですね、でその時にめちゃめちゃ硬い硬焼きっていうのをね、あの買っていただいて食わしていただいたんですが、それみたいなやつだそうです。でもこれはこれ結構柔らかいですね。うん、難易度が低い、美味しいわ。さて、そしてひとしきり休憩した後、一旦外へ出てきました。まあ、なんでそんなことしてるのかっていうとね、実はこれ珍しい点在型ホテルというふうにおっしゃってたんですが、あのこの上野市内にある古い建物、いろいろ貴重な建物があるらしいんですけれど、それをそれぞれ改装して客室にしているということでして、私の客室はね、さっきのそのフロントの建物から5分ぐらい歩いたところにあるそうです。まあ、せっかくチェックインしたのにまた歩かされるのかと思う方もいるかもしれないですけど、これがですね、また売りの一つでして、ホテルから、まあ、フロントのところから自分の部屋となる建物まで、そこの雰囲気もとてもいいですからね、歩いていくのがおすすめ。歩きたくない人は車も出してくれるとのことですが、みんな歩いていかれるそうですよ。そらそうっすわ。着きました、ここですね。建物の外観は明るくなって、明日またご覧に入れるとしてもすごいな。この中の明治時代に作ったらしいですけど、明治の初期ね、その建物をなんかすごい改造して、で中のね、蔵に泊まるそうです。でこっちに小さな蔵があって、こっちに大きな蔵があるんですが、これか、これが今日の客室だそうですけど、へえ。文化的に大変貴重な、なんとかと説明を受けましたよ。あ、これは鍵だな。すごいな、本当にすごいな。相当大きい部屋らしいですけどね、あらかじめ暖房してくれてます。で結構寒いところなんですけど、こういう風に扉が至るところにあって、あー、あったかいわ。本当に広いな、これ。上で何かぐるぐる回ってますよ。すごくないですか、これ。吹き抜け構造ですよ。さて、こんな立派なお庭があって、神社かみたいな感じですが、多分ね、こっちがお風呂でしょうね。お風呂もなんかすごい大きな風呂があるそうです。
多分もともとかなり大きな蔵だったから、こっちか、スペースに余裕があるんだろうな。あ、これトイレだと。トイレめちゃめちゃ遠いですね。これ漏れそうで駆け込んできた時間に合わなくてここら辺でしちゃうんじゃないですか。こっちがトイレだったんで多分こっちがお風呂でしょう。お風呂もねまた後でお楽しみが多いんですが、おー、あったかいお風呂、いいなこれ、いい木の香りがする。これ最近できた新しいホテルなんでね、木もですねとっても出来たてのいい香りですが、まあこれから逆に浴槽としての味も出てくるところでしょう。こういう感じですよ。すごくこの部屋の全てから幸せな香りがします。これ贅沢な風呂だな。めっちゃ超スーパーお金持ちになったら自分家の風呂こういう風にしよう。さてこの上2階がですね寝室ということになってます。お、いいなあ。これはライトの色がこういう色なのかな。なんか内側銅板みたいなの貼ってあるかな。それですごい味のある色になってますけども、ありますねベッド。あったかい、あ、幸せな、あ、暖かさだ。これ上のやつとかは、あ、書いてある施工、いやこれなんかすごいお名前の方がやられたんですね。寝室こっちにもあるんですけど、吹き抜けのここを通ってですね、こっちにも寝室あるんですよ。まあ定員が多いんでしょうね多分ね。今回はここが一番いいお部屋ということでご用意いただいております。ちなみに1泊でですね、大体3万円から3万5千円ぐらいだそうです。ここは多分大きなお屋敷の敷地を、まあ、それぞれの建物ごとに客室にしたって感じですね。私の部屋が一番大きな部屋だそうですけれど、まあ、普通の部屋だとね大体2万5千円1名でね、それぐらいの値段からだそうです。ちょっともうちょっと静かに行った方がいいな。で今度はどこに行くのかと言いますと、今度ね夕飯の時間ですよ。夕飯、はい、またメインの建物に戻ってきました。なんかもともとはね料亭みたいなところだったらしいんですけども、これ今から夕飯の時間。ほんと綺麗だな。このメインの建物に泊まるっていうこともできるんですよ。いろんなところに客室がありますからね。まだまだ増えるみたいだし。どの建物も多分基本的に文化財的な価値のあるところだと思いますが、今日はねうちの社員と2人で来てるんですけども、ありがとうございます。立派な芸術品みたいなものを持っていただいたんですけど、これどうしたらいいのかな。爽やかな、ね、レモンのドレッシングがかかっていて美味しいですよ。下に豚肉を練り物にしたものと、ね、それからドレッシングを混ぜ合わせて、これはねジャガイモのパウダーらしいんですけど、ポテトチップスは小さくなったみたいな感じだな。漬物を使った料理ではあるんですけど、基本は洋食だと思いますんでね、結構ねパンにも合いますよ。まあちょっと手の綺麗さに自信がないんでこういう食べ方することにしたんですけど、これがその伊賀特有の漬物、羊羹漬けだそうです。すごいね不思議な変わった酸っぱい味がするんですよ。もう酸っぱい。というわけで付け合わせで、昔お茶漬けとしてなんか食べてたらしいんですけど、それをイメージしたチップがついています、うん、今度はナス料理です。でこれ全部ナスだそうです。これもなんかナスのソースで、上もナスの葉っぱで、ナスの上にナスでくるんだホタテが入ってるそうです。中は洋風の天ぷらだそうです。これ美味しいですね。僕もね昔ナスとか嫌いだったんですけど、これめちゃめちゃ美味しいなと思います。うちのスタッフなんか聞いたら、ナス実は嫌いだったらしいんですけど、美味しい美味しいと言って全部食べましたよ。次は秋の味覚のキノコとですね、これがコンソメということなんですが、まあコンソメって言うから茶色いなんか液体が出てくるのかなと思ったら、やっぱそれだけじゃ済まないですね。上にあるこの不思議なやつはね花びらたけというキノコだそうです。スープはトリュフで香り付けしてるということです。実際ね
特徴的なのガソリンスタンドみたいな味するんですよ。まあ、美味しいですよ。美味しいんだけど、ね、すごく美味しいんですけど、あの雰囲気はねガソリンスタンドって感じです。美味しいガソリンスタンドの味がする。今度はですね、伊賀牛です。伊賀牛ってのは結構伊賀というのは肉文化が強いところだそうでして、昔からね肉も結構ブランド物がたくさん作られてるらしいんですけども、その美味しい肉をそのまま味わってください。ソースはついていないそうです。まあもちろんわざとですよ。ソース代切ってるわけじゃないですけど。ここに塩をつけて、僕わさび嫌いなんですけど、このわさびはね、絶対美味しいやつだから、こんなつけちゃってもいいんじゃないですか。ほかいやいや、逆なんですよ。美味しいわさびだ、美味しい。あ、いいですね、うん、噛めば噛むほど味が出るやつですよ。次はうなぎのマトロット。マトロットって何ですかって聞こうと思ったらですね、これ赤ワイン煮込みという意味らしくて、赤ワインとそれから味噌を混ぜた独特のソースで洋風に仕立てられてるそうですね。それからねこれなんですけども、これはまたあの伊賀の独特の芭蕉ネギというなんかちょっと変わった長いネギですよね。不思議な細長い感じだ。これをスプーンで絡めながら食べてくださいということです。こいつ食べちゃおうかな。簡単に切れるもんな。よく煮込んであります。昔からね伊賀ではうなぎが食べられてたそうですよ。あ、すごい変わった味な。お茶が出たから終わりなんだろうと思ったら、こんな立派なの最後にできました。いいですね。最後デザートはこれすごいですよね。確か薬品かなんかにつけてね、こういう風になるんだと思うんですけど、伊賀の月をイメージしたデザートと、それからこれはねあのカフェインレスのお茶なんですけども、すいませんじゃあお茶お願いしますとか言って、これね一応夜になってカフェインとかあるとね寝られなくなっちゃいますよねみたいな話をお互いしてたんですが、そしたらねその会話を聞いて気を利かしてカフェインレスのやつを持ってきてもらいました。帰りはですね、もうあまりにも寒すぎて、今日なんか今年一番の急激な寒さということでして、車で送ってきてもらいました。もうすごい短い距離でしたけどね。車もねもうこのご時世ですからしっかり換気をされてまして、めちゃくちゃ寒かったんですが、まあそれはしょうがないことです。ただこちらこれお風呂今溜めてるところ、相当大きなヒノキ風呂でして、溜まるまで40分ぐらいかかりますよと、さっき目安をね教えていただいているところです。さて、そしてお湯が溜まりましたが、本日はですね有料の入浴剤を買いました。で入浴剤とは言うんだけど、熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量とか書いてあって、まあ明らかに普通の飲む豆乳なんですよね。880円、これをね入浴剤として投入するらしい。まあでもいろいろ考えたんですけど、全部一気にいっちゃった方がいいな。ほら、うわ、おお、手にちょっと豆乳がついちゃったんですけど、まあこれで OK だな。あ、いいお湯ができたぞ。あったかいですね。今日はまず寒いからね、あったかいっていうのが一番だな、正直ね。すごい豆乳の香りだ。豆腐の香りする豆乳の香り、それ入れたんで当たり前なんですけど、なんかね、明日の朝になると僕の汗とかなんかその油の成分とかこれに混じり込んでお豆腐が水面にできるらしいんですよ。だからあのお豆腐ができるのがあれだったらばお湯抜いてくださいって聞いてね、逆にお湯張ったままだったらお豆腐ができるの見られるんですか、見ていいんですかって見てもね問題ないそうです。ここに油を投入して、もう僕がねあの風呂入るの後なんで、しっかりこれできるかな。足を伸ばしても当たらないぐらいの巨大なお風呂なんでね、水遁の術でもやってみるか。こうやったら多分できると思うんですよ。これじゃ何もいいんだけど、豆乳が風呂上がってこんなの見つけたんですけど、これ伊賀焼きですね。多分伊賀にもねこういう焼き物が昔からあるそうですよ。この辺多いんですよね、三重県滋賀県あたり。よし、じゃあお風呂も上がりまして、翌朝豆腐ができてるか楽しみですね。とりあえず終わります。また明日。はい、おはようございます。結構いい感じに外から日が差し込んできまして、自然に目が覚めました。今日は寒いからか分かんないですが、お豆腐はねできてなかったんですけど、お湯を抜いたらすごい勢いで出てきた。こういう出方面白いですね。それではね朝ごはんを食べに行きます。ここの建物たちに泊まってたわけですよ。すごいですよね。これもまた貴重なやつですよ。僕この間ね東京から大阪まで東海道京海道行ったんですけど、これ多分江戸時代ぐらいのやつなんだと思うんですけど、これずっと行きますと東海道の、関宿だと思うんですが、関までつながっているそうです。
今日もいい天気でなりよりですわ。ここ朝ごはん食べてあとはチェックアウトです。ちなみにね、すごくいいところだったんで、もう一泊させてもらえませんかっていうふうに昨日の夜言ったんですけども、ところがもう予約はいっぱいなんだそうです。このご時世でもね、宿泊客の人もね、みんな新しい情報をよく見つけてきますよ。ここでいいのかな。それでは昨日はまだ着いただけでしたので、今からようやく皆さんに伊賀上野の観光の様子をご覧に入れます。でちょっと順番を変更させてもらいたいんですが、まず最初にね、まずここだったらば忍者のイメージが強いかと思いますので、忍者の博物館を見ていただきまして、でその後にここからですね、人力車っていうのはなかなか珍しいですけどね、観光をさせていただく手配取っていただいておりまして、その様子を楽しんでいただくということにしようと思います。それで来ました。ここがですね、伊賀上野城址、立派な石垣なんかがあるお城の跡ですが、前来てね見られなくってずっと楽しみにしてたんですけども、これが伊賀流忍者博物館というところです。今回の撮影に際してですね、向こうからお話を伺っておりまして、あんまりたくさん紹介するとネタバレになっちゃうので、いろんな忍者っぽい仕掛けが7つあるらしいんですけれども、7つとかそのぐらいあるらしいんですけど、それの中の少しを紹介させていただきます。あとは実際に来て皆さんご覧ください。じゃあすいません、いろいろ説明をお願いいたします。はい、ビデオカメラ忍者なんですけど、僕はこれがあれですね、ぐるっとなるやつですね。そうです、どんでん返しという扉なんですけども、はい、試しに1回ちょっと入ってみますので。あ、お願いします。見ていてください。早いですね。これ思ったより早くてびっくりしました。え、もう一回やってもらっていいですか。もう一回、はい、行きます。早いですね。これ危ないですね、近寄ったら。そうですね、近寄ったらちょっと危ないですね。要するに敵が例えばここへ攻めてきた時とかに誰もいませんよってことをやるわけですね。そうです、いざという時はこの中へ隠れて、横に木がついてますので、はい、これで上に登ることができたり。あ、上に上がれるんですか。そうです、昔家によっては床板も外せて地下道が通っていたり、はい、下に、はい、逃げ道が中に隠されています。じゃあすいません、続いてこれもいいですか。はい、ありがとうございます。いざという時のためにここに武器を隠してあります、はい、普段歩くようなところは踏んでも開かないんですが。あ、そうですね、この端を押しますと。あ、簡単に、へえ。もうそこだけしか踏んでも開かないんですね。そうです、ここだけ斜めになっているので。へえ。今コロナの関係で、ね、実演とかもちょっと縮小気味だそうなんですけれども、落ち着いたらまたね、例えば何人かできた人代表1名でぐるんと回る隠し扉とかね、体験してもらおうというふうになってるんだそうです。忍者って言いますと、まあ漫画とかの影響でですね、こうなんか、うわチャクラがどうした、掛け分身の術、うわーみたいなことやってるのイメージが強いと思うんですが、実際にはですね、まあもちろん普通の人間たちで超常能力みたいなのを使うことはできませんので、なんか元々なんか農業とかそういうのをやって自然の中での訓練が得意な人だったらしいです。で、ここになんかカナとかあるんですけど、農作物に使うようなそういうものを使いつつ、これで特殊なですね工作活動みたいなのをしていたと。服部半蔵なんてね、有名で東京の半蔵門という地名にもなっております。こっちに水雲もあります。これは今は使えないそうですが、これどうやって使ってるのかな。なんか水の上をこうバババババババって歩いていくみたいなのを見たことあるんですが、水の上歩けるわけないだろう。これはですね、ここに、あ、なるほどそうだったのか説明なんですが、お城に攻め込んだりとか、中へ入り込むときに、沼になってるドロドロの泥の堀があるらしいんですね。で、そこにこういうので、抵抗を高くしていくと、ドロドロのところでも突破しやすい。水だったら泳げばいい。で、まあ、空だったら、まあ、入り込めば降りればいいんだけれども、泥はそうはいかないんで、こういうものを使う。まあ、確かにこれだったらいけそうですよね。勉強になりますよ。これ、鎌とかを使ってるのも、もともと農民とかそういうことをしてたからっていうのがあるそうですけどね。農民に紛れて仕事をするにも良かったでしょうね。こういう格好だったら、まあこれだけはお前それ何使うんだよって言われますけど、お前その刃物何なんだよ、あっしは農家の生まれでさとか言ってもなんか分かんなそうですもんね。実際農民の格好にそっくりで、農民に紛れるのが一番数も多かったしやりやすかったんでしょうけれど、忍者っていうのはだいたい戦国時代ぐらいに一番活躍したらしいんですが、まあ、その後は普通に農民としてそのまま転身した忍者もいっぱいいたらしいです。忍び刀、普通の刀と何が違うか、まあもちろん武器としてこれを使うっていうのもそうなんですけど、この長い柄を使ってリーチを長くすることによって
こっから先大丈夫かな、暗闇を進みやすくするとかですね。でこれもなんか口で加えてちゃんと外れないようにしてるってことなんでしょうね。戦って、あとは紐を使ってこういうところで敵を転ばせる、まあ、いろんな使い方があったんですね。器用な人たちですよね。実際なんか全国をうろうろしてる旅芸人みたいなのに扮するためにもいろいろ芸能とか大道芸とかも忍者は得意だったそうです。これ手裏剣か。手裏剣はね、これなんかいっぱい持ってて忍者が次々バンバンこれを投げてくるみたいなイメージがあるんですけど、僕が知ってる限りはそんなにものすごい数を手裏剣をなんかもう10枚とか20枚とか持ってたわけじゃなくて、まあ多分多くても5個とかそんぐらいだったんじゃないですかね。これ踏んだら痛いですよね。ひるんでいる隙に逃げた、あくまで逃げる用のやつなんですね。旅人の杖に見せかけておいて、実は中にいろいろ仕込んであるとかですね。とにかく目立って人に見つからないようにということには注意していたようです。だから忍ぶって書くのかもしれないな。いろいろ多分意味あると思うんですが、記憶術、忍者はスパイなんでよく情報を覚えておかなければいけないから、数字は体、食べ物などに置き換えて記憶した、語呂合わせ的なやり方をやったんですね。やっぱそういうのは効果あるってことなんだな。天気とか情報を集めるのも忍者の仕事だったみたいです。明日多分天気良くなると思うんで、こっちから攻撃した方がいいですよと、戦いのアドバイスなんかもしたんですかね。この辺りの地図なんですけども、これが近鉄電車、これが JR 関西線、これが草津線ですが、まあ、この辺り伊賀、それからその北方の甲賀とかですね、名張、これ昔のだな、まだ伊賀市じゃなくて上野市の頃ですね。まだ合併で伊賀市ができる前のやつなんですけど、この辺りみんなこう忍者の拠点だったようです。博物館は見終わりましたけども、結構すごい面白いらしいんですけど、忍者ショーっていうのがあるんですが、それ皆さんに紹介したくて私も見たかったんですけどね、今コロナの関係で土日のみやってるんだそうです。でここは忍者屋敷もそうなんですけども、こういう立派なお城のあるところですんで、天守閣とそれから日本で2番目の石垣、これは見ていかないといけないんですよ。このお城、江戸時代とかそれぐらいのものではありませんが、相当古くてね、さっき確認したんですけど1935年のものだそうです。戦前に復興した天守、珍しいですよ。戦争も耐え抜いて立派に今も残っております。これはこれで価値がありますよね。鉄筋コンクリートとかではなく木造で再建したそうです。さてそしてですね、来ました、これ危険、この先高い石垣がありますとありますが、これがすいません伊賀上野の名物です。すごいですよこれ。じゃあ失礼します。うわー、落ちないように気をつけないといけませんけど、本当に高い石垣だ。1番が大阪城で、2番がこの伊賀上野城、こんなにギリギリのところへ行けるのは多分日本ではここだけ。大阪城はこういうところまで行けないんじゃないですか。この伊賀上野にお城が作られた経緯としては、もともと徳川家とそれから豊臣家がまだ両方とも存在していた江戸時代の初め頃にですね、豊臣方に睨みを利かせるために徳川のお城が作られたということなんですけども、まあ、その頃からこんな立派なお城、そりゃまあそういう重要な役割のお城なら睨みを利かせるために立派な威厳のあるものにしますよね。ちょっと怖いから離れとこう。昭和10年にできたお城ですんで、まあ新しいといえば新しいわけですよね。これ当時のね、棟上げの時の記念の式典の様子だそうですけれども、まあ、これは町の産業文化そういうのを振興する場所にしようということで、一つ展示室のようなね、行政的な役割も持たせようということらしいんですが、もともとのお城はできてすぐに台風で壊れてしまったんだそうで、ここに存在していた時期は本当にごくわずかだったそうです。格子天井の立派な作りですね。これもお城の作りじゃなくて一般のお屋敷の作りらしいんですけども、ここが最上階だ。天井が高いから階層は3つしかないですけど、すごい上がってくるのが大変でした。この人はですね、右から何か書いてありますけども、資材を投じてこのお城を再建した、地元の衆議院議員の人です。大昔の人ですね。普通は税金とかでこういうお城とか建てたり再建したりするわけですけれど、そうじゃなくて自費でやったっていうからすごいですよね。さっきの石垣のところからまた遥か上まで登って市内を一望することができます。なんかここが一番いいみたいだな。あ、上野市駅があって、あそこにスーツ電車が止まっているのも見えますよ。僕もちょっと見えますね。
向こうが青山高原です。伊賀神戸に行くところの途中で近鉄特急で長いトンネルを通りましたけれど、あの辺りを越えてきたわけです。あの一番上のところまでは行かないでしょうけれど、あそこももともとは三重県青山町ということでしたが、現在では合併して伊賀市の一部になっているそうです。これがまだ乗ってきておりません、伊賀鉄道の北側部分。おお、ちょうど電車が来た。だいたいこういう時タイミングよく電車が来るんですよ。あっち方面には JR 関西本線伊賀上野駅があります。この間自転車に乗って越えてきました鈴鹿峠とか鈴鹿山脈とか、あれがあの辺り。まあだいたいあっちに江戸時代の旧東海道とかも走っているわけです。じゃあですね、大城周辺など、まあ、伊賀市内の一番の見どころかと思いますが、そこは紹介し終わったんですが、他にもいろいろ見るところありまして、でそれはですね、今日はあの朝から人力車でいろいろと見せていただいておりました。実はお城までの道中に本当は先に人力車見ていただいた、あの乗せていただいてたんですけども、まあ、映像的にはまずやっぱ忍者屋敷とか紹介した方がいいのかなと思いまして、順番を入れ替えてそちらも今度はお楽しみいただきます。これはね結構面白かったんです。人力車なんてもうこんな普段ねあんま乗ろうと思わないんで、あのこういう案件とかの機会じゃないとなかなか乗らないんですが、いや面白い方でしたよ。どうぞお楽しみください。それではこれがその人力車なんですけども、すいません今日はよろしくお願いします。お願いいたします。踏んでこちら真ん中に腰掛けてください。はい、わかりました。はい、失礼します。はい、これあ別に全然倒れないんですね、こういう風に。そうですね、全く倒れないです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でちょっと今日寒いので、あありがとうございます。じゃあ寒くないですかその格好で。もう走るんで、はい、割とすぐ温まります。あそうですか。はい、じゃあむしろ暑くなるぐらいなんですね。そうですね。ありがとうございます、頼りになります。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。それでは参りましょう。人力車見せ大名の乗車。おお早いですね、行ってきます。いや人力車やられてる方って皆さんめちゃくちゃかっこいいですよね。おありがとうございます。いや本当にねこういう男に生まれたかったなって思うぐらいです、はい、めちゃくちゃかっこいいです。いやいやありがとうございます。やっぱりねお城だけ見て城下町見られない方が大変多いので。ああそうですよね。はい、今日はそういった、まあ、城下町も、はい、私にご案内していこうと思います。はい、ありがとうございます。あの今マスクをされてるじゃないですか、はい、マスクしながら人力車やって喋るってめちゃくちゃきついんじゃないですか。あのめっちゃいい質問いただきました。そうですよね、めっちゃきついです。ですよね、僕絶対できないですよ。こちら見えてきましたね。はい、こちらがこの辺りでもね、もうまあ伊賀上野の神社の中で一番まあメインの神社と言われている上野天神宮、天満宮って書いてあったりしますけれど、はい、通称天神さん。あ、そうですか。お天神さんと言われている、はいはい、神社でございます。こちらですね、立派な建物なんですけれども、こちら。あ、立派ですね。そうなんです。でね、あの菅原道真公、学問の神様ですね。こちらまあ神様というかその実際した人なんですけれども、この菅原道真公をお祭りしているような神社となっております。はい。ではせっかくなんでね、お参りもしていただこうかなと。え、愛ですか。はい、はい、重いですね。いやこれ撮影機材が僕は大丈夫なんですけど、めっちゃ重いじゃないですか。落とさないように気をつけます。じゃあお辞儀して、はい、こちら早速ね面白いんですけど、はい、なんか木造あるじゃないですか。ええ、これ一説によるとですね、はい、菅原の道真公らしいんですよ。あ、そうなんですか。行った方とも、あ、本当同じ人がいますね。そうなんですよ。ただ、はい、ちょっと顔が違うんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと見ていただいて、強い感じの道真猫、はい、というかまあね、強い方です、ね。あ、そうですね。ちょっと強そうですね。強そうですよね。ちょっとクリップして、こちら行っていただくと、はい、あれ？なんか悲しそうな。どうしちゃったの？全然違いますね。だいぶ違うんですよ。こちらあの晩年の石田猫がこちら、はい、というふうに説明ありまして、あ、なるほど、左遷された時の。そうですね、なかなかにご苦労なさったんだな。あ、そうですね、というふうな。まあ、全然違いますね。そうなんです。これ言われないと分からない。そうなんですよ。はい、手水。そうですね、寒いけどちゃんとやらなきゃ。そうですね、していただくと、まあご存知の通りのこう作法なんですけど、はい、これね、手を洗うというのが、はい、季節ですけど、体を洗う、はあはあ、体の部分を清めてるのが手らしいんですよ。はあ、で口を洗うというのは、はい、何だと思いますか。自分が何か言う言葉を清めるんですか。お、すごいすごい。あ、いや勘ですけどね。めちゃくちゃもうほぼ 98% です。ああ、本当ですか。で、た
いう言葉を作る心ですね、はい、心を清めるのが口を洗うという。ああなるほどなるほど、っていう意味らしいです。ということで手と口を、はい、ありがとうございます、はい、なんか残りの98点残りの2点分めちゃくちゃボリュームありましたね。ありがとうございますボリュームありましたでしっかり読みますね、一緒にお参りさせていただいてよろしいですか。もちろんです、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、特にこういう風に、なんていうんですか、はい、細かい道を、はい、城下町みたいなね、いろいろ隅々まで行くようなところだったらこっちも便利だし、はい、細かいこといろいろ聞けるんで素晴らしいですね。ありがとうございます。いやありがとうございます、本当。そう言っていただけて本当嬉しいです。いや人力車ってこういうお話を聞かせていただくのが一番僕はね面白いなと思ってるんですけど。あ、そうですよね。はい、やっぱ聞き応えがありますもんね。はい、この伊賀の和菓子といえばこちら伊勢屋さんですね、ええ、これね私実は最初来た時に、はい、これ見てね、あ、野生、うんうん、野生って読むの本当に野生って書いてある。ワイルドな和菓子屋さんだと。ビーワイルドかなと思ったら伊勢屋でした。はい、なんか共通点感じるなと思ったんですけど、こちらね本当にいろいろ美味しいものありまして、はい、これ人力車ドライブスルーできますから。へえ、甘いものってお好きですか？好きです、好きです。あ、本当ですか？はい、欲しいものを言っていただけたら、はい、ドライブスルー、あ、いいですね。あ、こんにちは、おすすめって何ですか？あ、しまっちゃった。一番おすすめって何ですか？すぐ上がっていただくんでしたら、きれい団子ですね。はい、あ、ありがとうございます。じゃあそれを、一つ、あとうちのスタッフの分二つお願いできますか？なんかご馳走してもらえるって言うんですけど、いいんですかそんな。ポケットからお金が出てこないなんて言ってたら、でもさすがにありましたんでね、後でお渡ししておこうと思います。人力車はやっぱりこういうね、そのはつらつとしたお兄さんに相手してもらえるっていうのが楽しいことですよ。なかなか普段オタクやってると交わることのない人種ですからね。ありがとうございます。全然大丈夫です。あ、でもありましたよ。いや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 、もう気持ちなんで。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ごちそうさまです。いただきます。久しぶりですね。お元気でした？お兄ちゃんはめっちゃ元気ですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。じゃあいただきます。どうぞ召し上がってください。はい、ありがとうございます。あ、いただきます。ありがとうございます。いただきます。どうぞどうぞ。あ、これ美味しいですね。本当ですか？うん、美味しいです。ちゃんとあったかいですか？あ、いや、もうポカポカですよ。あ、ポカポカ、よかった。シゲシラハドになってます？なってる、なってる、おお。あ、なってるな。ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。車の上で真剣修行で強すぎます。だいぶ強いですよね。あ、来たなみたいな、ね。はい、寺町通りですね。そうなんです。寺町通り、こちらね、全部で7箇所がございます、はい。いっぱいありますね。いっぱいありますね。いろんなお寺があるので、はい、まあ巡っていこうかなと。はい、お願いします。この辺はやっぱお寺が多いから空が広いですね。そうですね、ええ、さすが、すごいいいところを気づいて。ああ、ありがとうございます。そうなんですよ、実際ね、ちょっとあるんですけど電線も少ないんです、ね、あ、本当ですね。そうなんです。で、こちら早速上皇寺というね、はい、立派なお寺ありますけれども、左の方にね、東道高虎公、あ、本当ですね、って書いてあるじゃないですか。はいはい、伊賀といえばもう東道高虎さんが本当に作られたと言っても過言ではないと思います。あ、そうですか。で、割と人力車から見ていただく目線って結構高いと思うんですよ。ええ、そうですね、はい、なのでこの高い目線から見ていただくと、うんうん、やっぱり寺社仏閣、こう屋根いろいろね、例えば鬼瓦とか、はいはい、いろんな家紋があったりするんですけども、そういったのを楽しんでいただくにもすごくいいのかなと、うん、なんかいつもとは見える景色が変わりますね。そうですよね。でね、これね、なんでお寺がこんなにずらずらーっと並んでるかっていうのにも理由があるんですよ。ああ、そうですか。はい、これはその東道高虎さんが、はい、
お城、上野城があっちにあるんですけど、はい、ああ、なるほど、はい、守るためと。お、すごいですね。さすが、え、なんでご存知なんですか。いや、もうやっぱ結構ね、こういうところはいろいろと城下町とか伺うもんで、はい、はい、まあこうもう城下町でこうやってお寺があるっていうのを見たのは初めてなんですけど、はい、結構ね、お寺ってその場所を政治的に場所決めるっていうのは話は聞いてたんで、はい、お城って聞いてそうかなと思いました。すごいですね。あ、いやいや、ありがとうございます。明日から人力車引いていただきます、ね、肺活量があればよかったんですかね。精神的な防壁をするためにも、はいはい、このお寺を並べたと言われています。なんかお寺があると暴れたりなんか悪いような気がしますもんね。そうなんですよ、ね、特に昔の方の方がその宗教心強かったので、はい、そうですよね。お寺を壊すということは仏さんを敵にするってことで、仏さん敵にしたら戦も勝てないんですよね。はあはあはあ、はい、なのでそういった意味でこのお寺を並べたというふうに言われてます。あ、ちょっとこれいいですか、あれ見ても、 あれ近鉄茅町駅って書いてありますけど、今もうあれじゃないですか、伊賀鉄道じゃないですか。あ、本当ですね。昔の看板が残ってるなと思って。あ、さすが。いやいやいや、目のつくところがこれだけはやっぱり見逃せないですね。見逃せないですね。今ポルシェが通りましたけど、僕は運転手付きですからね。向こうは自分で運転してたみたいです。あ、そうですね。そうそうそう。ちょっとこう、こっちの方がいい車です。そうそうそう、いや、いい車ですよ。また出てきました、こちら入り混じり家住宅ですね。こちらの武家のお屋敷なんですけど、はい、今実際中も見ていただくことができます。はい、でね、これね、すごいこう幅広いんですけど、はいはい、これちょっとね、また人力車上から見ていただくと、後ろに立派な茅葺き屋根が。本当ですね。そうなんです、もう昔からの茅葺きが今でも保存されていて、武家のお屋敷こう広いじゃないですか。あ、本当ですね。もうあそこからこっちの、はい、ここまでが入り混じりさんの。あ、そうなんですか。ところなんですよ。へえ。対照的に、はい、伊賀の町づくりって面白くて、例えばここのお家、ここはこう狭いじゃないですか。そうですね、そんなに広くないですね。奥見てください、めっちゃ長いんですよ。あ、本当ですね。これね、城下町、昔は税金が、あー、間口で、家の間口で、はいはい、あ、そうですね、はい、なるほど。そうです。なんで間口で税金決まるので、はい、間口は狭く奥行き長くっていうのが伊賀の、なるほどなるほど、形、はい、これ特にうなぎの寝床っていう、はい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 、はい、以外には割とそういうね、あのうなぎの寝床スタイルのお家結構多いです。へえ。逆にこちらね、お泊まりいただいた、はい、ここにあるお店さんなんかはもう本当に広い、うん、そうですね、ですよね。間口の広さで結構こう、いろいろ分かってくるものもあるという、うんうんうん、間口が広いっていうのは要するに節税とかしてなくて結構贅沢な使い方をしてるんですね。もう俗に言うドヤ顔ですね。はい、なるほど。私が本当に好きな場所が、はい、こちらなんですよ。あ、ここですか。ここです。もうこちらが私が大大大好きなお店、お店っていうかね、これは銭湯ですか。そうなんです。へえ。この風呂屋さんが本当に好きでね。これすごいですね。すごいでしょ、ね、そうなんです。これね、一の湯っていう銭湯なんです。はい。このね、夜になるとこのネオンが光り輝いてついてくるんですよね。へえ、はい、本当に奥の方も本当にこう昔の雰囲気がその残っていて、はいはい、もう素晴らしい銭湯です。あとちなみに銭湯カレンダー、全国の銭湯のカレンダーあるんです。あ、そんなのあるんですか。そうです、その銭湯カレンダーにも載ってます。へえ。カレンダーって12個しかないから。そうですよ。そうですね、全国12個の中に選ばれたのがこの一年。あ、すごいですね。そうなんです。へえ。しかも多分12月のカレンダーだったと思うので。あ、なるほど、大鳥を務めてるんですね。大鳥務めてますね。へえ。はい。お、いましたね、ニンバスです。あ、またいますね。このタイミングでニンバスラッシュしていきますよ。はい。早いですね。もしかしてバスより早いんじゃないですか。バスより早いですね。あ、本当ですね、早いですね。え、早い早い早い。え、こんなに走るね。着きましたね、ニンマル。いや、簡単に追いついちゃいましたね。追いついちゃいましたね。そうなんですよ、すごい、やっぱりこういろんなところに行かれてるから本当よくご存知ですね。あ、いえいえ、もういや最近ですね、自転車で東京から東海道を全部大阪まで行ったんですけど、はいはい、マジですか。いや、そうなんです。見てないそれ。まだね、出してないんです、実は。出してないです、ね、そうなんです。やっぱり いい感じの、それこそなんか例えばこの間だったら関宿とかにね。あ、関宿ね、はい、行きます。こういう感じになってるから。あ、すごい、そうそう、関宿まさにこんな感じです。いや、そう。え、めっちゃすごいな。いやいや、もう人力車にはかなわないですけど。着実に引く準備してるじゃないですか。着実に体力作りなさって。確かに。すごいな。こちらは天神さんですけど、愛宕神社。愛宕神社、はい、専用駐車場なんですね、1番は。そうですね、2番だったら大丈夫ですね。そうですね。
人力車って1台いくらぐらいするんですか。おお、いい質問。これ聞いていいんですね。別に大丈夫です。ですよね。おいくらぐらいだと思います。自転車があの大きさで、はい、安いやつだと、まあ、2万円とかで買えるじゃないですか。そうですね。それ考えたら8万円とかで買えます。あ、8万円。はい。あ、なるほどなるほど。8万円でちょっと買えないんです、ね、やっぱりそうですか。新車で170万円。あ、そんなにするんですか。自動車並みなんですね。そうですね。へえ。どうしましょうね。手洗いましょうか。あ、そうですね。ちょっと冷えてるけどまたやっておきます。なんか変わったこういうものがあるんですね。そうなんです、ね。すごいんですよ。カラフルで。で、そうですね。そうなんです。彫刻がなんかあの日光東照宮みたいな。あ、そうですよね。こちらの忍者神社は、はい、ちょっと特殊なお参り方法があるので、はい、今回ちょっと一緒に、はい、お願いします。いただきたいなと思います、はい。あ、何やら説明書きが書いてありますね。見てください、この、はい、へえ、2回礼をする。あ、剣、これ剣印って言うんですね。これがあるんですね。そうなんです。へえ。しかも呪文とかあるんで。はい。あ、これ難しそうですね。これかなり難しいですね。これ私も毎回鑑定見ながらやってます。あ、そうなんです。はい、お願いします。では、2杯2杯。4拍手、はい、で、剣印を作る。左の方、え、こうするの。そうです、こうですね、腰に、はい、で、上げて左上から右下へ1、右上から左下へ。あ、で、この時に、はい、ひふみをいなむやことって言いながら押さえていきます。ツボみたいな頭、ひふみやなむと、で、剣印に息吹で収めて一礼、以上でございます。あ、これちゃんとあれなんですね。あの今見てみたら、あの日本忍者競技会の公認のあれなんですね。そうですね、公認です。公認、はい。これ大きいお寺ですね。大きいですね。こちらの高禅寺がね、はい、あの夏になるとあれ、あの前の廊下みたいなのあるじゃないですか、はいはい、あれにね、本当みんなの願い事を書いた風鈴がずらずらずらーっとかけて、本当に名物なんですよね。こういった高禅寺というねお寺がございます。まあ、この高禅寺見るために左折しました。そうでしたね。そうそう、そういう話でしたよ。そういう話です。人力車ってね、はい、やっぱ人力車やるような人って大体変な人多いんですよ。あ、そうなんですか。大体一癖二癖ありますね。へえ、面白い演奏が多いと思います。だって変わった職業じゃないですか。まあ、確かにあの普通に暮らしてて人力車やろうとはならないですもんね。ならないでしょ。これすごい時だったら1日にもう 10キロか何キロか引くんですよね。引きます引きます。ですよね。それこそね、人力車ってこう観光もありますけど、イベントもあって、はいはい、イベントだと A から B まで延々にストーリーで走るんですけど、はいはい、最高は私1日で人乗せて27キロ走ってます。あ、すごいですね。そうなんですよ。なかなかね、でも観光だと、はい、あのやっぱりそれこそ伊賀ってかなりフラットなので、はい、距離は結構行ってるんですよ。あ、そうですよね。そうなんです。なんで多いと観光でもね、多分15キロとか行くんじゃないですか。あ、そうなんですか。はい、へー。これね、一人で走ってると絶対15キロでも走りたくないんですけど。そうですよね。人乗せてると、はい、お客さんと話してるから楽しいんですよね。ああ。
まあ、全然15キロ走ってもそんな苦じゃない。なんか意外と距離を感じないってのありますよね、やってる時は。ありますあります、ね、やっぱ喋ってるとね、うんうん、結構と言ってたところでこちら、あすごいですね、公園という、はい、お茶屋さんですか。お茶屋さんです。へもう伊賀といえばこちらがね、非常にこう、まあ、名物のお店なんですけど、はいはい、こちらもすっごく新鮮なお茶屋さんです。伊賀のお茶有名ですよね。有名です ね、はい、ちょっと行ってみようと。こんにちは。おはようございます。こんにちは。お世話になります。いや、よろしくお願いします。有名な方。まあ、一部の場所では。そうです。ありがとうございます。どうぞ。はい、お世話になります。降りてきてください。はい、もちろんです。よろしくお願いします。はい、お邪魔します。あ、ありがとうございます。あ、これですね。寝ました。はい、よく寝ますね。あ、こんにちは。お邪魔します。どうぞ、はい、じゃあこのたい焼きソフトであったかいのと冷たいの両方いただきます。そうですね、はい、中の中でちょうどいい感じ。そうですね、抹茶でいいですね。はい、お願いします。じゃあお待ちください、ね、はい、お願いします。1時間はかからへんと思います、はい、あそこに足だけ見えてるわ。あ、猫が。じゃあ降りといで、お客さんを呼びやで。ここがちょっとの席やから、ここに足だけ座って。そう、そういう意味。じゃあ帰ってきたな、偉いな。賢い。賢い。今日はご褒美。右手。はい。あ、ちゃんと。左手。聞き分けがいいですね、とても。はい。おちゃんと一緒でね。ああ。あれあれ。すごいですね、この。まだやで。よく分かってんね、自分の求め。あ、自分でちゃんと、はい、左ちゃんとやるんですね。へえ。はい、じゃあ写真の方に見て固まってね。あ、すごいですね。はい、かっちり。このはこんな言うことをよく聞く猫は初めて見ました。やっぱりね、飼い主に似るみたいな。あ、そう。ありがとうございます。チャチャさんの名お名刺ね、これね。さっきからずっとこのまま微動だにしないじゃないですか。完全に微動だにしない。長いと1時間ぐらい。この完全に固まってますもんね、チャチャさん。すごいよ。まばたきせん。お邪魔いたします。はい、チャチャさん固まって、ね、全然動かないですね。固まってね、もっと固まってね。はい、もっとカチコチに固まってね。近いな。あ、ちょっと全然内容動かないですね。でもすごいですね。すごい賢い。そうですね、ここでね、今あのいただきました、あのとても柔らかなあの伊賀名物のソフトクッキーだそうなんですけども、前歯で噛めばいいんですね。はい。ああ、これ柔らかいですね。あ、柔らかいです。あ、そっちの柔らかくて食べやすい。思いっきりすごい音してますけどね。音すごいよ。すごいですけど。とっても柔らかいですね。何があっても微動だにしない猫の目の前でね、ソフトクリームと。また何があっても全然砕けないようなめちゃくちゃに硬い硬焼きを食べてる、もう異様な光景なんですけど、これ面白いです ね、 もうね、ここお茶屋さんであの名物がお茶だというのも忘れて、危うく今動画も撮らずに食べようになってました。危なかった。なんか他にもいろいろあるってあの出していただいたんですけど、これがね、なんか室町時代からあるお菓子。室町時代からあるんですよね。そうです。松露って、松露夏のつゆって書くんです。発祥は滋賀県の琵琶湖の湖畔で、あの松の木が入ってる。ああ、ありますね。元に、まあ、松茸の子供かな。ああ、なるほど、それ松茸みたいな。はいはい、召し上げてみます。はい、似てるので。あ、なんか不思議なキャラメルみたいな食感が。キャラメルひねえ。あ、キャラメルじゃないですね、食べてみられても、はい、食感が面白いですよ。へえ。この室町時代からあるんですか、こんなの。はい、あんこ玉。ああ、あんこ玉、ね。はい、ありがとうございます。おいでまして。ありがとうございます。じゃあまた明日。はい、また明日。また明日。はい、ありがとうございます。それではお願いします。いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと店の名前も写しとかないとな。そちらにずっとまっすぐ行くと最初に行った天神さんですね。あ、本当ですね。はい、結構ね、やっぱね、人力車って上で食べたり飲んだりできるのがまた一個魅力なんです。うん、そうですね。こちらがね、
おお。この私大好きなこれ新店商店街というんですけど、すごいいい感じのところですね。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。いろんなお店がありましてね、じゃあいろいろと紹介していこうと思います。例えばこちら大森さん、はいはい、こちらねおむすび屋さん、あすごいね、おにぎりさんですね。おはようございます。こちらがあの伊賀のね、伊賀米ってね、はい、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。こちら伊賀米のねすっごく美味しいおむすびです。そうなんですよね。伊賀米っていうのはあの、まあ、要は伊賀市内で作ってるわけですか。へえ。ここのおむすびがすごく美味しいです。まだ後で伺います。はい、いろんな種類あります、ね、ありがとうございます。いってきます。はい、いいね、おむすび屋さんですとか、うん、こういうね、そうですね、この古風な感じのところが開いてるってのがいいですね。またそうですね、ちゃんとやってるって弁当屋さんね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これネクラさんっていう、はい、もうね、めちゃくちゃもう大体いつ来ても売り切れてる、ほぼ買えない幻の弁当じゃないですか。幻の弁当屋さんです、ね、あとこちらのお店、うん、キューアンさんっていうここのもううどん屋さんなんですけど、もうめちゃくちゃ美味しいです。あ、僕が今まで知ってるうどん屋さんの中で一番美味しいかもしれない。あ、そうですか。いや、僕今日ね、お昼かなこのキューアンさんでいただくことになってるんですよ、はい、ちょうど。本当ですか。はい、ぴったりですね。ぜひぜひぜひ。へー、ありがとうございます。おすすめでございます。あ、もう駅の目の前なんですね、ここは。目の前ですね。あ、ほんとすぐそこなんです。一のいいとこですね。はい、で、まさにこのね、駅なんで。はい、じゃあちょっとこっから、はい、飛ばして、はい、もうお城まで行っちゃいますね。あ、 ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。はい、おー、なんか新鮮ですね。そうですよね、うん、駅前ロータリーを人力車でそうそう、でも昔はこういうところでそれこそタクシーの代わりに人力車がいたらしいですよね。そうですよね、うん、ここに本当人力車止まってたっていう。あ、この上野市の。そうです、そうです。この駅もなんか大正時代のやつだって聞きましたけど。あ、ね、そうだから、なんかその頃からこういうことやってたんでしょうね、多分。多分そうだと思います。ね、ですよね。はい、あ、ちょうど。これはどんな電車が来ますかね。これどんな電車来ますかね。ちょっと見てみましょうか。お、あ、こんにちは。あ、こんにちは。お、電車好きなんですね。これはもうバッチリですね。このタイミングで電車が。いいタイミングですよ、本当に。いいタイミングで。これ乗ってこられたんですもんね。そうなんです。あ、どうでした車内は。あの、実はですね、はい、伊賀鉄道の電車の中に、はい、列車の一番前のところに僕の顔が貼り付けられてる電車があるんですよ。そうなんですそうなんですよ。これ違うんですけど、そうそうそう、これは違います。この電車の左のところに白鸚幼稚園4歳児の絵って書いてあるじゃないですか、はいはいはい、あの場所にあの僕の顔がペタッと貼り付けられてるのもあるんですよ。めっちゃすごいですね。宣伝のために。素晴らしい。あ、すいません。ありがとうございます。すごいですね。あ、いい感じですね。いい感じですね。あ、今ちょうど向こうにね、駅に止まってました。あの赤い電車がいるんですけど、はい、その赤い電車の顔のところに、はい、僕の顔が唐突に貼ってあります。だいぶすごいですね。唐突に貼ってある。いや、そうなんですよ。だから地元の高校生が、はい、みんな乗るじゃないですか。はい、で、あの人誰なのみたいなね。なってた。で、昨日駅に着いたら、はい、あ、電車の人だみたいになってました、やっぱり。すごいですね。そうそう。あ、すいません。ここは緩やかな上りが続いて、なんか難所じゃないですか。そうなんですよ。ですよね。いや、でも私もプロでございますから。そうですね。片手で行っちゃいます。あ、すごいですね。そうですね、あっという間でしたね。あっという間ですよ。うん、面白いですね、これ。ありがとうございます。いや、どうでした。いや、すごい面白いです。まさになんかもう同じ繰り返しで申し訳ないんですけど、はい、あっという間でした。 ありがとうございます。いや、面白そう。こんにちは。こんにちは。はい、ではでは、はい、そんなこんなでございまして、こちらからね、上に行っていただくと伊賀上野城の方に行っていただけます。はい、登ってみます。時間ね、あっという間でしたけど。いや、本当早かったです。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。すごく楽しく走らせていただきました。いや、僕も面白かったです。またよろしくお願いします。またぜひよろしくお願いします。はい、ちょっと最後に会社の宣伝していただけますか、もう一回。ああ、ありがとうございます。会社のお名前。はい、では私、伊賀人力車、はい、三つ瀬谷の、私前田光明と言います。はい、はい、伊賀の、人力車と、あと普段は伊勢の方で伊勢神宮の前で人力車引いているんですけれども、はい、はい、
まあ、やっておりますので、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、市内いろいろぐるぐる見せていただきましたけど、面白かったですよ。あれ本当に良かったですよ。おすすめします。いろいろね、多分動画でも宣伝のシーンあったと思うんですけども、宣伝お願いしますよって最後に言ったのも普通に僕が宣伝したくてしただけなんで、ぜひよかったら皆さんもね、面白いですから行ってみてください。お昼ご飯はね、面白いうどん屋さんがありますよと教えていただいたんですが、僕うどん好きなのは皆さんもご存知だと思うんですけども、ここかいいですか、すいません、お邪魔します。これはそのそれぞれ特殊なうどんです。まずこれが白いうどんですけれども、これはね、豆乳とかそういうのをふんだんに使ったやつだそうでして、こっちこれはまたアルカンタラうどんって言うんですが、なんかトマトが名産のスペインの町の名前らしいんですけども、冷やしトマトうどんね、あったかいのもできます。これ少し前の全日空の機内誌です。これにもね、どこだったかな、紹介されて、それで相当評判良かったそうです。あ、これ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 ですね。すごいいろいろ乗ってデラックスな感じですけど、これでも900円、雰囲気のこの割には安いと思いますよ。うん、オリーブオイルがいっぱい入って美味しいですね。これイタリア風ウロンって感じです。へえ。なんか今回は変わった料理を食べる機会が多いですけど、ちゃんとそれが美味しいからいいですね。よし、じゃあ大体主だったところはね、皆さんにご覧いただきましたけれども、この後ですね、伊賀鉄道の紹介をさせていただきます。でこれは交通チャンネルの方でやりますんで、スーツのヘッドマークつけたね、ふざけた電車が走って、それに乗せていただくことになっておりますんで、お楽しみいただければと思います。なんかこの店がね、面白いらしいんですよ。味覚食堂って書いて、駅のもうすぐ目の前ですけどね、あそこ奥が伊賀、間違えました上野市駅です。忍者市駅になったからね、駅名パッとなんか思い浮かばなくなっちゃったんですが、味覚食堂、入り口がすごい難しくてなかなか開かないらしいんですけど、ここよね、ほんとどうやって開けるのこれ。あ、押して揃うって書いてある。おお、先に僕の分を持ってきていただいたんですけども、これは肉丼です。1200円。昨日も、ね、紹介した伊賀牛です。伊賀はなんか相当昔から牛肉を食べてたんだそうで、牛肉食べるのは一般的なのは明治時代ぐらいなんですけど、なんか鎌倉時代とか平安時代ぐらいから牛肉を食べてたそうですよ。相当実はね、歴史のある肉の名産地なんですが、みんな伊賀で牛肉を食べてしまうので、伊賀牛というのはほとんど巷には流通しないそうです。柔らかくて食べ応えがあって美味しいですよ。伊賀市さんからの提供の動画でこれ紹介するのもどうかなと思うんですけど、伊賀の近くにですね、滋賀県の甲賀というところがありまして、でその甲賀もまたやはり忍者の町として知られています。そこが作った地元の炭酸飲料甲賀コーラね、面白いから頼んでしまった。やりたかったんでしょうねこれ。これ飲んだ時に生じる甘さが特徴の飲み応えのある商品、それコーラなんだから飲んだ時に甘さ生じるに決まってんだろうと思って見たんですけども、最後すっきりと爽やか感のある商品ですが、それ確かにそうなんですよ。飲み終わったらね、結構爽やかな感じする。すごく後味すっきり、なんだろうと思ったらね、ちょっとだけ人工甘味料が混じってるみたいで、僕人工甘味料嫌いなんですけど、まあ、基本は砂糖みたいなんですよ。でちょっとだけなんか隠し味に人工甘味料を使ってるみたいでね、結構いけますよこれ。意外にも人工甘味料をこんなに美味しく使える例があったかと私は感激してます。さて、そして今日の工程も全部終わりました。もうこれがね、動画の最後なんですけど、夜は伊賀上野城ライトアップされるんですね。